本日の演題は斉藤ひとりさんから教わったひとりさんの教えというテーマでお話をしていただきます。各社長さんたちはひとりさんからいろいろな教えを聞いていますが、その中から特に心に残った教えを今日は話していただきます。皆さん楽しんでお聞きください。まずトップバッターはみっちゃん先生です。はい、みっちゃん先生です。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。みっちゃん先生ことみっちゃん先生です。皆さんの、あ、どうもすみません、マイクが変わりました。改めましてみっちゃん先生です。みっちゃん隊のね、皆さんの1位本当にありがとうございました。おめでとうございます。そんな感じで一番最初にお話しさせていただくんですけれど、よろしくお願いいたします。今日は、ひとりさんの教えの中から金メッキが金むくに変わるというお話をします。ちょっと声も震えてますけど気にしないでくださいね。それとね、私は人前で話すことが得意ではないので、今日はこんな大きいカンニングペーパーを持ってまいりました。では始めます。私がまだひとりさんの弟子になった頃、すべてのことに自信がなくて、ひとりさんに、私覚えも悪いし記憶力も悪いし本当にいろんなことに自信がないんです、ひとりさん私やっていけますかね。そしたらひとりさんが、みっちゃんね、自信がないって自分の素材のこと気にしてるけど、人間の素材って鉄だって銅だって鉛だろうが、そんなことどうでもいいんだよ。それよりね、笑顔で愛のある言葉を話してごらん。毎日そのことをやってるとね、少しずつ少しずつ自分に金メッキができるんだよ。そうするとね、神様のところへ行った時、金むくとして認めてくれるんだよ。だからね、みっちゃんね、いつも笑顔でいてごらん。そしたらね、金むくになれるよって。私はひとりさんの言葉を信じて、少しずつ少しずつ金メッキを厚くしていこうって今でも思っています。でこのままもしふるさとに帰れたら、みっちゃんは金むくになって帰ってきたねって神様が言ってくれるような、そんな人生を送りたいです。本当に今日はどうもありがとうございました。みっちゃん先生ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。続きましては宮本真由美社長です。皆様大きな拍手をお願いいたします。今日ここに来ている皆さんはすっごい最高についてます。
1億3000万っていう日本のたくさん人のいる中からひとりさんっていう師匠を見つけて来た人だから。私もその中の一人です。ひとりさんは最初私に会った時にこう言ってくれました。まゆみ、まゆみが幸せになる方法は俺が全部教えてあげるから。すっごいかっこよくないですか。で、ひとりさんはその後に、ただ、まゆみね、まゆみは一つだけやりなって言いました。何？って聞いたら、ひとりさんが、気合だよって言いました。で、それから私はずっと気持ちに愛の気合を入れて、ずっとやってここまで来ました。で、ここにですね、ひとりさんが作ってくれた仁義という詩があります。これは自分の人生に気合を入れるひとりさんが神様からいただいた詩です。これを今日は皆さんと一緒に大きな声で言いたいと思います。皆さんお立ちください。私が仁義と言ったら仁義というようにお願いします。自分の魂に気合を入れるつもりで言ってください。いきます。仁義、仁義、たった一度の人生を、たった一度の人生を、世間の顔色を伺って、世間の顔色を伺って、やりたいやらないで、
今日は皆さんの一人一人に最高に満開の花が咲きました。万歳いきます。せーの、万歳万歳万歳。ありがとうございました。真由美社長ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして芦川ひろこ社長です。皆様大きな拍手をお願いいたします。皆さんこんにちは、芦川ひろこです。ちょっと緊張してますので紙を持ってまいりました。私はひとりさんと初めて会った時は本当に挨拶もろくすっぽできなくっていたんですけれども、去年本を出版することができまして、皆様の前にこうやってお話しすることができました。本当にありがとうございます。本にも書いてあるんですけれども、私は斉藤ひとりさんから、魔法の言葉をその時にいただきました。その言葉は、そのままでいいんだよって、本当に素晴らしい言葉だなと思ってます。ひとりさんはが言うには、人っていうのはそのままでいいんだよって言われてもね、人間っていうのはそのままでは生きていかれないし、毎日毎日日々進化していくもんなんだよっていうことで、その一言で歩き出すこともできるんだよって。みんなが人に望んでることはものすごくハードルが高くて、例えば家族の人であったり学校の先生であったり、本当にそういうこと望まれると人間っていうのは一歩も進むことができなくなる。立ち止まっている人っていうのが本当に今世の中でもたくさんいるよね。でだからこそ半歩でもゆっくりと進んでいくことができれば進歩につながるよねって、私にひとりさんは優しく教えてくれたんです。今本当に世の中ではいじめの問題でね、前に進めずに悩んでる人がたくさんいるんです。いっぺんにねその人たちが解決しようとすると心の病にかかったりとか、本当に心がパンクしそうなくらいにね負担がかかってすごくかわいそうに心が悲鳴を上げてる世の中になっているんですね。だからその人たちのためにゆっくりと前進をすることで幸せもつかむことができると私はね思ってますのでね、で私がひとりさんにこの魔法の言葉をね教えてもらって幸せになったように、この そのままでいいんだよっていう言葉がで今ね前に進めずに悩んでる人に今日は私から魔法の言葉を送りたいと思います。そのままでいいんだよって、今日はどうも私の話を聞いていただきましてありがとうございました。ひろこ社長ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして本社の芦川克代社長です。皆様大きな拍手をお願いいたします。こんにちは、本社におります芦川です。どうぞよろしくお願いいたします。先日花江さんが斉藤ひとり物語トム・ソーヤ編という本が出版されました。こちらの本は花井さんがトム・ソーヤという喫茶店をやってる時にひとりさんが来てたくさんの話をしてくれました。その中から
こちらの本が出来上がったんです。でその前に私ピクニックという喫茶店をやっておりました。そこにひとりさんが来てくれまして、たくさんの話を私聞きました。でマルカンに入った時にひとりさんから言われたんです。仕事は楽しくやりな、たくさんの人にいろんなことを教えてもらって頼まれることを しなって言われたんです。で、たくさんのことを教えいただいて、それが今度ピクニック編という本になります。その時にはぜひ読んでいただけますか、どうもありがとうございます。心より感謝申し上げます。はい、勝代社長ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。